皆さんこんにちは。千葉敬愛高校マーチングバンドグレイスフルスピリットです。本日はこのような機会をいただき誠にありがとうございます。今お送りいたしました曲は今年2年ぶりに再開となるパレードでの演奏曲アルセナール、ストビ、インザストーン3曲続けてお送りいたしました。続いてお送りさせていただくのはカラーガードによる演奏、カラーガードによる演技です。曲目はワンオクロックによるレネゲイズ、映画ルローニケンシンの主題歌として、書き下ろされた曲の一つです。それではどうぞ。ただいまお送りさせていただいたのはカラーガードによるレネゲイズでした。次にお送りさせていただくのはオペラ座の怪人オープナーです。この曲は1年生を迎えるにあたって演奏会を行うのですが、その演奏会で披露するために、自分たちが練習してきた曲です。
それを先駆けてこちらの会場で演奏させていただきます。バンドメンバーの演奏やカラーガードの演技、それをいろいろなところに着目してご覧ください。それでは準備ができたようなのでどうぞ。顧問の小瀬です。本日はありがとうございます。このような機会をいただき、主催者の関係者皆様、そして会場の皆様、それから配信をご覧になっている皆様、感謝申し上げます。ありがとうございます。新チームになってからまだ間もないので、力まだ不十分ですが、本日は2、3年生、高校2、3年生のみで参加させていただいております。1年生は、まだ入学してまだ1週間なもので、本日は配信の方を見てるくれてると思いますが、1年生の皆さん、明日からまた練習放課後やってますので、ぜひ一緒にやりましょう。入部もすでに考えている1年生、そしてこれからまだ考え中っていう、生徒さんも一緒に、我々とね、やっていきましょう。待ってますのでよろしくお願いいたします。まだコロナの状況、そして、世界情勢の不安な、ニュースがたくさん、流れる毎日ですが、なんとか、皆様と一緒に幸せな日々が、訪れるように、それを願って最後に一曲、気合を込めてみんなやってみましょうね。それではご覧ください。
はい、千葉敬愛高等学校グレースフル皆さんの、グレースフルスピリットの皆さんでした。もう一度大きな拍手を。